皆さんお元気ですか？菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りください。最後までご視聴お願いいたします。本日8月21日土曜日、題は主の訓練を素直に受け入れようです。ゴスペルソングにもう振り向かない、そういう歌があります。その一節にもうつぶやかないという歌詞があります。まあ、若い人にとってつぶやくっていうのはですね、ツイッターを思い出すかもしれませんが、まあ、これはですね、ツイートするのつぶやくというよりも不平不満、文句を言うっていう、ちょっと意味が違います。試練、困難を呪い、神が与えられる無知に対して、なぜ私はこんなに苦しまなきゃいけないのか、どんな悪いことをしたんだろうかと文句を言い、不満を言い、つぶやくことです。これは神の最善の知恵によるものではない、神の知恵なんです。私たちに与えられている状況というのは、だから私たちが理解できなくてもそれを感謝し、それを喜んで受け入れたいものです。もし神が私たちを怒って裁くとしたら、こんな試練どころじゃありませんよ。あのイエス様の十字架のように鞭打たれ、血を流して晒し者になって殺されなきゃいけない、それが罪の罰です。でも神は罰するんじゃない、あなたを金を火で精錬するかのように、あなたを清め、あなたを従順で神に用いられる人に作り変えようとしているのです。どうぞ、聖書はこう語ります。すべての懲らしみはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。試練、困難は神の私たちに対する訓練であり、伝達であり、私たちを育てる愛なのです。どうぞつぶやかない、そのしつけを、その父の愛を私たちは受け取っていきたいものですね。私たちは自由にされたんです。フリー、フリー、ごめんなさい、フリー、解き放たれた罪の影から光当てられ、フリー、打ち砕かれたサタンの頭、跡形もなく、土砂降りの雨が視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは、いってらっしゃい。